で笑点のこと、笑点がやりたいという有吉さんが大喜利の司会うんこクソ丸さんになります。俺はうんこクソ丸さんじゃないけどね。まあいいですよ、笑点のこと何でも。今日笑点見てたら菊王さんが復帰で、あ、その日だったんですか。すごい、もう菊王さんすごいやってました、いろいろ。ダメよダメダメつって、ダメよダメダメなんだけど、あんまりあれに似せてない感じ、はい、あんまり知らないんじゃないかなみたいな感じでやってね。ダメよダメダメみたいな、アレンジしちゃったんですかね。あれちょっとあれちょっとあんまり分かってなかったですよね。ラジオネーム満腹ていなり、肌寒くなってまいりまして、いつの間にやら半袖を見なくなりました。これからどんどん厚着になっていきますが、私は年中厚着でございます。ダウンジャケット、トレーナー、長袖、半袖、タンクトップ、最終的には裸で生活してみたいもんでございます。あ、今の話はポコチンの話です。皮は剥けねえけど、オナニー三昧、織田信成でございます。何を言ってんの。いや、どういうこと。俺まだついていけてないわ。このコーナーにまだ俺ついていけてない。俺もまだこのコーナーの実態を知らないから。誰もこのコーナーの実態を知らないからね。ラジオネームラッパーザキバチョフ。さあ、大喜利の時間がやってまいりました。まずは儲かってしょうがない皆さんからの挨拶をどうぞ。チャンラーンゲッターズ飯田でーす。最近偉そうに全てを見通せるみたいな雰囲気出して、上から目線で喋っただけで儲かって儲かって笑いが止まりませんな。この前モテ線あったんだと喜んでいたのがブスだったので、顔にうんこをぶっかけてやりました。美人は大好き、ブスは死に去らせ、ゲッターズ飯田です。ひどいな。ひどいですね。でも人気あるだな。いや、なんかすごい儲かってるみたいですよ、本当か。儲かってるかどうかいいんだよ。あ、いや、儲かってるから本、売れてね。本が売れて。知ってるよ、それは。いやいや、まだ、そうですね。お前もう黙ってギャグ考えてる。ギャグも全然面白くねえんだから。ラジオネーム、トキ忍三郎。皆さんこんばんは。笑点のお時間がやってまいりました。司会のうんこ、クソ丸です。どうぞよろしく。まずは演芸から参りましょう。私も大好きな漫談師でございます。立ってるだけで思わず笑える、世界に誇れる日本の恥さらし、日本全国のヒップホップ歌手に謝れ、 MCAT さんです。そんな悪いこと言わないだろう。ラジオネームセンターエビス。最近はゲイの肥やしと言い訳してポコチンだけが一丁前になっていると、一丁前になっている歌舞伎役者が増えているそうです。そこで私が、最近の歌舞伎役者はまともなのがいないなぁと申します。そこで皆さんには歌舞伎役者になりきってもらい、灰皿でテキーラ飲ますぞと恫喝していただきたい。それに金属バットを持った私が、てめえ頭かち割られてえのかと尋ねます。これに何か一言申してください。さすが本業の人早いですね。はい、宇治神一番さん。本業じゃねえ、歌舞伎じゃねえよ。ラジオネームラッパーザキバチョフ。年末も近づいてきて、そろそろ年末ジャンボ宝くじの季節になってまいりましたね。そこで今から皆さんには、宝くじが当たって1億円が入った人をやってもらいます。そして私がどうしたのと聞きますので何か返してください。あ、早かった。原辰徳さん。このパターンばっかりになっちゃうから気をつけてくださいよ。何でもいいですからね。ラジオのジーザスアベレ。芸術の秋とはよく言ったものですが、ここで皆さんに芸術家になっていただきたい。そこでまず何の芸術家になったかを言ってください。すると私が、ほう、どんな作品だいと返すので、それに続けていただきたい。キクちゃん早かった。最近、AV の監督になったんですよ。ほう、どんな作品だい？アルプスのインラン少女ハイジニーナという作品で、12月にソフトオンデマンドから発売する予定であります。こら。公共の電波で何言ってるんだい。山田くん、キクちゃんに思いっきり感謝してあげて。この、あれかな、ちょっと最後誰かなっていうのだけが多くなってるかな。最後の名前だけで笑わせるやつが多いかもしれない。まあ一応これね、こういうのが多い、はい、今パターンとして多い。パターンとして。ラジオネーム68歳、マシュマロ系美熟女。スウェーデン食わぬは男の恥と言いますが、最近では女性の方から誘われても断ってしまう装飾系男子が多いそうです。
そこで私が女性役になり、皆さんホテルに誘いますから、皆さんは草食系男子になりきって私の誘い断ってください。そこで私がこの意固地なしと罵りますから、さらに続けてください。お、早かった。それではペレさん。このパターン多いです。はい、それはちょっとまた。なるほど。まあ、ちょっとね、厳しい。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。さあ、大喜利の時間がやってまいりました。まず最近腹の立つことも多い皆さんからの挨拶をどうぞ。チャンラー、梅沢富美男です。最近腹立つことが多くて嫌になりますね。タバコを買おうとしたら未成年確認するバカな店員もいたり、女型の俺のことを女装うまいですねって褒めて高笑いするバカもいてうんざりです。え、それは誰かって？それは有吉、おめえだよ。顔は鬼でも心は仏、梅沢富美男です。